青年のね、少年がね、面白いのがいるんですよ。うん。その子のためにね、たちのために一回ゲーム配信やったんですよね。ゲーム画面にして。うん。でそういうのもね、いろいろ工夫したんだけど、あんまり嬉しくなさそうだったんで、もう普通に戻しました。これでいいや、と思って。ゲーム見てね、うん。少しでも癒されればいいかな、と思ってね、いろいろ考えたんだけど、あんまり効果なかったですね。だから、いつも通り、もうボロボロの貧乏な家だから、うん、これ映して、で、猫ちゃん映してね、映せるときはね、うん、そんな感じですよ。うん。だからね、本人の自由ですから、どうやるのは。うん。何度も言うけど、ね、顔も出さなくていいし、ね、熱帯魚とかずーっと映して、それがね、私ね、そういう動画見ますよ。お酒飲みながら。癒されますからね。熱帯魚好きなんでね。うん。見てね、3、40分ずーっと見てね。うん。癒されるっていうかね、気持ちが落ち着くっていうかね。うん。そういう時ありますよ。だから見ますよ、そういう動画は。うん。よく見たら、キキちゃんの手作り小屋。これ、段ボールね。うん。段ボール。ぶっ壊されてもほら、ただだから。うん。ただみたいなもんだから。うん。またもらってきて。作れるから、うん、これね、あのね、いろんなね、猫ちゃんの動画上げてる人ね、まあまあね、たくさんいるんだけど、段ボール自分でもらってきて綺麗にね、あのカッターで切ってね、綺麗に作ってる人いますわ、あのキャットタワーまで、うん、そこまで私できないんだけど、うん、じゃあそういう人見てね、ああなんか愛情こもってんなと思って、やっぱ買うだけがね、あれじゃないんだなってね。私はそう思っちゃうタイプなんで、うん。だから、うん。だから猫ちゃんの餌も自分でこう鍋でね、餌毎回毎回作ってる人いますよ、動画で。だからね、ああ、猫ちゃんに対して相当愛情があんだなと思ってね。うん。それはさすがにやったことないんでね、やっぱ餌買ってきちゃうんでね。うん。でいろんなね、飼い方ってのあるから。うん。そのね、段ボールの方はね、豆ですわ。いろんなの作ってます。猫ちゃんのね、遊び道具を。うん、勉強。あ、10人になったら来るかな？うん。だからね、そういうの見てますよ、ちゃんと。うん。あ、でも、パパさんの配信楽しいですよ。私は好きです。聞いてるだけで。ありがとうございますね。あ、タカチンテレビさん、お邪魔します。あ、いらっしゃいませ。はじめましてかな？ちょっと待ってね、タカチンさんは。はじめましてですね。昨日来てない。うん、はじめました。いらっしゃいませ。うん、うちはね、簡単に説明しますとね、うん、堅苦しいことないですから、チャットの中でね、楽しくやってもらって、でね、うん、動画出してる方だったら、自分の人数っていうのを増やしたいのは当たり前ですから、うん、あ、うたくんね、うん、こんにちは、いらっしゃいませ。あ、でね、自分のね、人数増やしたいっていうのは当たり前ですから、うん、ね、新規のね、知らない方こういたら、優しくね、優しく、はじめましてって声かけてもらって、で、お互いにチャンネルお邪魔してね、ポチポチポチって、うん、増やしてもらって全然 OK なとこなんですから、うん、まあ、そういった形でね、やってます、うちは、うん、あ、たかじさん、よろしくお願いします。うん、よろしくお願いしますね、うん。うたくんね、うん、こんにちは、よろしくお願いします。うん。あ、たかし、きおちゃんです、はじめまして。うん、そうそう。ほら、フレンドちゃん来たよ、ほら。フレンドちゃん。ね、うん。そういうとこだから、うん。あ、来た、よかったね。うん。ラッキーさんは？ほら、ラッキーさん頑張んないと。はじめましてね、やっぱね。フレンドさん、はじめまして。来た来た、フレンドちゃん。うん、頑張って、ほら、フレンドちゃん。新規の方が二人来た。ほら。なんだ。うたくんさんと、たかちんテレビさんってのが、ね。うん。ね、これ文面見て二人とも優しそうでしょ。うん。ね。うん。でね、うん、皆さんね、自分の、相手のチャンネルね、どうしても探せなかったら、うん、
昨日のライブ、第35回かな。うん。今日37なんだけど、35回のライブは昨日の上がってますから、そこにコメント入れてください。うん。そうすると、あ、今日初めて会った、歌くんさんだな、とかわかるんで、たかちんさんだなとわかるんで、そうするとね、うん、A さん、B さん、C さんが、あ、歌さんの番組、ね、そういう、あ、この、その、たかちんさんの番組っていけますから、うん。ね、もし探せなかったらね、うん、そうやってコメントを入れといてもらえれば、うん、後でね、うん、お邪魔はお互いにできますから、うん、そうやってやってください。うん、ね、うん、あれさっき来たな。あ、チンチラピヨンさん、皆さんこ、あ、こんばんは、どうも。また来てくれた、うん、昨日来てくれた方ですね、うん。ちゃんと書いてますから、私ね。こんばんは、いらっしゃいませ。うん、ね、5分でも、10分でも、ね。1時間でもいてくださいね。うん、任せますからね。うん。あ、仲良しさん。あー、来た。こんばんは。うん、嬉しい。また来てくれた。昨日も来てくれた。うん。ちゃんとノートで私書いてますから。うん。ありがとうございます。うん。仲良しさん、また新規の方がいるんで。うん。キキパパね、キキパパ意外に活躍しますからね、仲良しさん。ね、こんな感じですから。あの、よかったら私のチャンネル見てくださいね。可愛いと思ったらじゃね。そう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 。でね、フレンドちゃんね、あんまね、登録って書くとね、あんまり良くないみたい。うん。だからね、可愛いと思ったら、ベルマークにした方がいいかもしれないね。うん。ベルマーク。登録っていうのベルマーク。あの、絵文字のベルマーク。とか、ポチポチにするとかさ。うん。そうしてやった方がいいんじゃないかな。ウエンドちゃんためにね。うん。ああ、河野さん来た、ほら、河野さん。いやー、久しぶり。昨日来ないから。うん。忙しくてね、河野さんね、私もね、昨日お時間できてやって、河野さん来るかなと思ったら来ないから、やっぱ嫌われちゃったのかな、俺と思ってね。うん。来たよ、河野さん。うん。あ、ちょっとだけ幸せ。あ、どうも。うん、前来てくれたら、どうも。いらっしゃいませ、こんばんは。うん。5分でも10分でもね、うん。長くいてください。1時間でも。ちょっとお時間が最近できたんでね。うん。またね、無責任ライブやってますから。ね、こんな親父ですから。うん。うん。いや、いいんだよ、フレンドちゃん。うん。フレンドちゃんのために。あんまりね、良くないみたいだよ。うん。でおじさんとこはいいけど、よそ行った入った時にほら、癖って出ちゃうでしょ。うん。だから、ポチポチとかさ。私のチャンネルで来て、ポチポチしてくれたら嬉しいですわ。ああ、そういう意味だなってみんなわかるから。うん。